やあみんな、スターお兄さんだよ。それじゃあアマンダジアドベンチャラーの続き、やっていこう。前回のあらすじ。Wait, I don't remember. とりあえず金庫の番号は覚えてるから、それを入力してみるね。あれ？あれ？あ、よし、スムーズに開いた。正直金銀財宝を期待していたのに、変な紙と変なボタンしか入ってなかった。まあお兄さんは子供たちの笑顔さえ見られれば、金なんていらないけどね。嘘。よし、綺麗にはまって読めるようになったね。多分色だろうけど二つ変なのが混じってる。なんでこの中にジャガイモが混じってるんだ。そして薄いってなんだ。ちょっと英語に直してお兄さんが解読してあげよう。ああ、ペールね。個人的にペールトーンとパステルカラー大好き。今気づいた、よく見たら色々書かれてる。ストーリーに関する重大な情報かもしれないから、今のうちに読んでおこう。ケイトおばさん、スケート靴をありがとう。昨日、父さんと一緒に湖にスケートしに行ったよ。父さんは転んじゃったんだ。でも僕が教えたのは内緒にしておいてね、夏休みにおばさんに会うのが楽しみだよ。心を込めて、ライリーより。これ、主人公が子供の頃に書いた手紙かな？夏休みって書いてあるから多分そうだと思うけど、父親が転んだことは内緒にしないんかい。あと絵が可愛い。今度は長文野郎の手紙を読んでみるね。親愛なるパークさんへ。最後に会ってからかなり経ちました。本当に、図書館は私が唯一安心できる場所でした。パークさんには本当に感謝しています。信頼できる存在でいてくれてありがとうございます。今、信頼できる人がまた必要なんです。2年前、弟のジョーダンが行方不明になりました。ジョーダンだろ？ある日突然です。両親はすっかり変わってしまって、今はもういません。悲しみを乗り越えられなかったんです。心を傷つけられ、最終的に亡くなりました。113歳と117歳の若さでした。想像の5倍くらい重い話だな。警察はジョーダンが何者かにさらわれたと考えました。頭のおかしい男が誘い出したんだと。異常な出来事が普通の郊外で起こった悲劇だって。でも、何か他にもっと何かを持っています。何か他にもっと何かを持っています？すげえ独特な日本語だな。パークさんも知っているはずです。私は一人ぼっちだと思っていました。私がこの話をすると、誰も信じてくれませんでした。でも、パークさんがやっている研究について聞いたんです。普通の人がやらないような研究をやっているって。もしかすると、ただの噂に過ぎないかもしれませんが。でも、こうして手紙を書くことにしました。最初笑えない冗談だと思ってたけどガチっぽい。冗談はあの番組をよく見ていました。最初は可愛らしいものでした。パークさんもよく、小さい子供がいる家族に見るように勧めていましたね。とても健全な感じでした。お兄さんの動画と同じくらい健全だったのかな？でも、だんだん変になっていきました。冗談がテレビの前に立っているのを何度か見つけました。まるで催眠状態でした。あの少女が冗談に話しかけているみたいでした。すごく変なことを話していたんです。あの少女っていうのは、アマンダのことか。この辺りの人は、パークさんのような仕事には理解がありません。図書館のことじゃなくて、別の種類の仕事のことです。真実と向き合いたくないんです。何か本当に、邪悪なものがここにいるってことに、会って話ができますか？これ以上詳しいことは書きたくないんです。誰かに見られているような気がするので、心を込めて、ジョアン・クック。たまに日本語が不自然になるくらい不安に駆られていることが伝わる手紙だったね。普通の人がやらないような研究をしていた、というのが重大な鍵になりそう。とりあえずボタンを入れて一時停止が使えるようにするか。よし、全く音を立てずに入れる高度なテクニックを披露したところでもう一度あのテープを見てみよう。最初のテープの時点で一月になってタイもあるしね。今思えばこの回が一番まともだよね。Hi, I'm Amanda. And I'm Wooly. そうだ、最初にあの不穏な言葉を入力したらどうなるか試してみようかな。My favorite is peach pie. What's your favorite kind of pie? That sounds delicious. あれ？意外と普通の反応だな。それはそれで怖いんだけど。言語版だとどうなるか試してみるよ。
確か羊肉を英語に訳すと。Today we're going to make a pie. 日本語対応されてないだけだった。やっと反応変わるんだ。怖い怖い。Do you know what we can use to cut the apples? ここから日本語に戻して進めるわよ。Good job! We can use a sharp knife. 絶対ここだよね。ここだけ冷蔵庫に貼られている絵が変わってる。この場面で一時停止して、オーブンに火をつけると何か起きるのかな？これでもし何も起きなかったら全裸になって逆立ちのまま謝罪するわ。それくらい自信あるから。やばいやばい、何も起きないように外れた。人生終わった。ゾンビになった時点で死んでるけど、社会的な意味で死ぬのが一番怖い。あれ？待てよ。何か起きてるー。危うく全裸になるところだった。大惨事になってる。アマンダちゃんとウーリー君のあんな声初めて聞いたわ。でもパイを作る展開は同じ？いやちげえ、果物の代わりにチーズが置いてある時点で変わってる。春巻きの皮があれば今すぐにでもチーズスティックにして食えてー。あ、ミートパイを作ればいいのか。じゃがいもとキノコと肉がどこかにあるのかな？唯一目の前にあるのが材料じゃないという地味な罠。屋根裏にあるキノコと言ったらこれだけど。これ食べても大丈夫なんだろうか？毒キノコであるベニテングだけに非常によく似ているんだが。ジャガイモは間違いなくこれだろうね。そういえばキノコの近くに水たまりとピンク色の花があったから、この二つを参考にすれば溶けそう。あ、やっぱり、植木鉢に書かれているマークと一致する。まずはこの中から月のマークが書かれている植木鉢を見つけるか。これじゃない。これじゃない。ん？これだこれ。これだこれだ。ちょ、金庫のドアじゃまあ落とした。月のマークの植木鉢に水を与えれば、じゃがいもが育つんじゃないかな。完全に育つまで1年くらいかかりそう。こんなポツンポツンじゃとてもすぐ育つとは。はい、完全に育ちました。予想の50倍くらい成長が早くてお兄さんビビっちゃったよ。あ、なんか想像してた入れ方と違った。丸ごとなんだ。というか肉はどこで手に入れればいいんだ。まあいいや、肉がなくてもミートパイ作れるだろ。そうか、ネズミ取りあるの忘れてた。ネズミといえばチーズ。だからチーズが用意されてたのか。よし、置けた。なかなか来ないな。もう少し離れた方がいいのかな？全然来ねえ。その間にカメラを探してネズミが捕まる瞬間でも撮ろうと思う。なんで撮ってない瞬間に限ってそういうハプニングが起こるのかな。え、嘘だろ。あの大きさのチーズ全部食ってやがる。しかもあの一瞬でどうやって。無理。リアルでネズミの意外とか見つけたら間違いなく発狂するわ。ましてやモツなんて。想像するだけで鳥肌が立つね。今回のミートパイの材料は、ベニテングタケ、植木鉢、ネズミの意外か。かなり癖が強くて危険性が高いけど、それ以外は問題ないから早速オーブンに入れよう。ネズミのお顔を眺めることができる親切設計。一番肝心な肉がネズミってなかなかヤバいと思ってるよ。ネズミ肉って美味しいのかな？ミートパイを作ろうとしたらビデオテープが出てきた。相変わらずどういう原理かわからないけど、あのままミートパイができてたらそれはそれで嫌だったから安心した。これでやっと次のエピソードが見れる。ややバグってる？ Hi there. I'm Amanda. この回見たことあるけどちょっと変わってるね。Amanda, maybe some of our friends
can come back to the neighborhood? That's great! I like that there are so many friends in my neighborhood! 安定のスルー。 Today, I want to send something special to my friend! First, I need to go to the store to buy them a card! Do you know where the store is? この答えは前回と同じく一番左だろうけど、あえて外して反応を見てみるよ。 I don't need to go there right now! Do you think this is funny? 聞く。 Just take me to the store!Now, can you tell me where I need to go? はいはい、7分の24ね。Good job! Let's go to the store! Let's pick out a card! ここは前と同じく左がて。Something bad happened. え? What kind of card should I send them? 何か悪いことが起きた?そんなん今更やん。ずっとバッドハプンズしか起きてないわ。That's not the right card.I don't think we want this. あれ?原子が… I think Amanda is confused. むしろ混乱してない時なんてあった? Shh. Here's a secret. It's my birthday. おめでとう。 Maybe we can help her out. 誕生日プレゼントには悲しいカードが一番。 Go ahead and pick a card, friend. え、ウーリー君にもそんな権力あったんだ。 Are you sure that's right?It looks like it. I bet your friend is really going to love this card. 形勢逆転してる? My friend is... My friend is having a birthday! 全能成功! I want to get my friend a special treat! Where can I buy a treat for my friend? Well, I know! Let's get them some nice candy! Do you know where the candy store is?ここは間違えてもアマンダちゃんブチギレなさそうだから、心置きなく間違えられるね。They don't have anything we need. Look at the stores! Which one sells candy? Does this help? 反応が普通だとそれはそれでびっくりするね。Great! What? Why did you do that? Now I can't find the candy store! I don't know where to go! Can you help me?待て待て待て、今までずっとアマンダちゃんしか改変できないと思ってたけど、今のは明らかにアマンダちゃんでもウーリー君でもないよな。じゃあ、誰が?よりによって一番嫌な思い出がある肉屋しか選べないし。Don't do that! うわぁ。I don't want to go there! I said I don't want to go in there!どうなっているんだ? No! Why can't I stop this? This isn't the candy store. There is nothing here that I want. Maybe you can take us someplace else? I want to get my friend a special treat. この世界の崩壊ぶりもだいぶ衝撃だけど、いつものサイコアマンダじゃないことに一番びっくりしてる。この中だったらソーセージがおやつ代わりになりそうだけど。I want to get my friend a special treat. じゃあ左の肉は。Let me out of here! Oh, Amanda. うわ。That's a nice birthday card. Do you want to give it to your friend now? Will you address the card? Who should I send this to? 店が全部ボロボロになってる。お菓子屋さんが一番重症。I don't think it's their birthday. 普通にバレた。5月6日に誕生した有名なものといえば、ちょっとだけ古いかもしれないけど、思い出したわ。The card is for someone really cute. あ、今までの中で一番わかりやすいヒントを言ってくれた。Oh, Wooly, it's your birthday!初めてウーリー君が不憫な目に遭わずに終わった回だった。でも個人的にもっと嬉しかったのは、ウーリー君が自分が可愛いことを自覚していたことだね。正直そこがめっちゃ可愛い。なんだこの本。アマンダもついに絵本家か?あなたが私を連れて行っただけめっちゃ怖いな。これは全部、
ビデオに映っていたお店だけど、全員お亡くなりになってるという。これ全然進んでなくね？あ、待てよ、もしかして。やっと理解した、行った順番に濡れってことだったんだね。あ、それ以降も同じか。分かってしまえば単純なのに意外と理解するのに時間かかったよ。絵柄変わってるけど直感的に理解できるようになってるね。だいぶ崩れてるけどこれでも一応理解できる。え、何この絵。左のはまあヒントとしてわかるんだけど、右のはあまりにも物騒すぎる。そういえば女の子の人形があったから、その首をハサミで切り落とせってことか？めっちゃ残酷なことさせるじゃん。これだこれだ、やっと英語式のロック場見つけた。ここ何気に調べてなかったから普通に時間かかっちゃったよ。さあ、中には何が入ってるかな？あ。すまないな赤毛のスケアントン、だけどゲームの進行上行するしかないんだ。良い子のみんなは、どうか真似しないでおくれ。それでは、覚悟、いねえ。もしかしてアントンのやつ、生命の危機を感じてここから脱出したのか？思ったより危機察知能力高かった。じゃあ仕方ない、あの新しいビデオテープ見てみるか。これは全く見たことなさそう。どんな内容なのか、楽しみだね。今ウリー君の顔おかしくなかった？まあ、さすがに気のせいだよね。Hi friends, I'm Amanda. And I'm Wooly. バー。製品版でようやくバーって言ったな。He said バー because he is a sheep. Can you make a sound like a sheep? バー。That's great. You sound just like Wooly. でしょ？ Wow, yeah. You sound just like me.緊急警報システム？思わず止めちゃったけど、なんか当たってそうじゃない？一瞬だけ停止して環境を確認することを推奨しますって見えたし。ほら、ルーレットマシンみたいなものが当たり前のように出現していて天候のイラストも載ってるし、間違いない。あとレバーの使いどころがやっと判明して正直スッキリしているよ。多分今のタイミングでレバーを引けば、うん、なんか思ったより地味だったけどうまく進んでる気がする。次は竜巻のマークを探せばいいのかな。ひとまずビデオテープ見直すか。At a petting zoo! There are lots of animals here to pet and play with. It's fun to spend time with animals. They are very different from people.They look different, and they don't talk like people. Amanda, I'm an animal, and I... Animals don't talk, silly. まさかの否定。Look at these signs. Let's make sounds like the animals on the signs. Are you ready? いいよ。A goat says, meh, meh. 地味にうまい。A chicken says, 正直おもろい。A pig says, like... ジョーランドトーン。なんか豚だけ排気ガスみたいな音じゃなかった？ Do you have a family? Animals have families too. Let's go see one of the animal families. I want to see the chickens. Can you show me where the chickens are? さっきの音で十分鳥肌立ったからもう鳥はいいです。この中ならヤギが一番安泰な気がする。That's not where they are. Don't you know what a chicken looks like?知らないなぁ。
I want to go look at the chickens. 血に油を注がないように質問しよう。どうしてすぐに切れるんですか？ Great! Let's go see those silly chickens! What a cute fibba! ついに喋ることすら許されなくなった男。I see a mommy chicken and baby chickens, and I see a daddy chicken.なんかお父さんだけ口調が曇ってたな。確か父親がおんどりで、母親がめんどりだったはず。でもあえて言わないよ。お兄さんの子供の頃のあだ名は意地悪ババアだからね。No, that's not what they're called. Try... おっとこれだー。ストーリーに集中しすぎて謎解きのこと若干忘れかけてたとは言えない。トルネードポテト食べたくなってきた。竜巻見るといつも思う。安定と信頼の犠牲。三つ目のはなんだ？割れててほとんど見えないな。ただ洪水マークに見えなくもないから、それに近いものを探してみるか。あれ、質問の内容なんだったっけ？まあどうせわざと間違えるからいいや。Do I have to help you with everything? 顔が映ってなくても切れてるのがわかるの面白い。ああ、そういえばそんな質問だったね。The daddy is called a rooster. The mommy is a hen, and the babies are chicks.Some mommies eat their babies. Hahaha, まさか。Yum, yum. Okay, let's go see some more animal families. Where should we go next? I think it's time to visit the sheep. Can you tell me where we can find the sheep? 今ウリー君、ガチの羊のようにめーって言ってなかった？とうとう本当に喋れなくなってる。かわいそうに。ここにもっと怖い奴らいると思うんだけど。忘れた頃にやってくる緊急警報。というか3つのうち2つは答えを間違えないと出てこないから、人によっては探すのに苦労しそう。じゃあ、四肢断裂人体絶望型人体損傷骨折。全治86ヶ月の軽傷を負ったけど、その犠牲を引き換えに新しいビデオテープを手に入れたよ。地味にタイトル名が日本語になってないけど、多分、全部が腐る回と同じだね。今のビデオテープをちゃんと見終えてから進めるね。ちなみにここでも間違えると？ The sheep are waiting for us. Where are they? 何？ドラえもんの道具でも使った？ Okay, let's go! なぜウリー君そんなに嫌がってるんだ？あれ、あそこにいるのって。なんか狂気を感じる。一応一時停止したけど、あの謎解きはもう解決してるから意味ないかな？うん、多分ただのダミーだね。じゃあここからは完全にビデオタイムだな。よく読んだら今の警報だけ全然違う文面になってたわ。Hi, little kitten. Where is your family? It looks like this kitten is all by herself. 俺様じゃん。How do you think she feels? どんな気持ちかって？そりゃあ、悲しいのに嬉しそうにする場合は多いけど、嬉しいのに悲しそうにする場合は少ないから、きっと悲しいんだろう。So、scared. 今間違えた？寂しいとかじゃないとダメなのかな？答え一人ぼっちなんかい。ちょっと難しいわそれ。本来なら猫は一秒でも早く助けたいところだけど、こいつの頼みだからな。Please help the lonely kid.
ウーリー君を元に戻すならいいんだけどな。あと一回だけ。まあこれくらい泳がせてもさすがに死にはしないだろ、W 草原。あれ、なんかやばい。あ、絶対やばい。うわうわうわ、思ったより取り返しがつかないことになった。マジでどうしよう。え？最終形態への気だけ。この度は調子に乗ってしまい本当に申し訳ございませんでした。あとまだ最新のビデオテープ見てないし、この家のローンもまだ5年残ってるんですよね。なので、許して。最後に手に入れたビデオテープは？残ってねー。行って。やっとここまで戻ってきた。今度はちゃんと助けよう。なんか言えよ。どういう感情だったんだあの不気味な笑みは。まあさっきと違ってちゃんと進んだから切れてはないんだろうけど、正直切れてる時より怖かった。なんなら最後に赤い砂嵐が来た時に安心したくらい。あれ、前のピクニック会と全く同じか。か。What's that smell? What do you think is making that bad smell?それはもちろん。What is making that bad smell? サンドイッチさ。You! You're right! Do you know what the opposite of alive is? I don't think we should be talking about this. Are you afraid to think about it?うん、ここまでは前見たビデオテープと全く同じだな。ダイジェスト版ではあるけど。あれ？ここ変わってる。キツネは明らかに手遅れだったけど、子猫はまだ助かりそう。ここはさすがにふざけずに答えるか。あれ？止まった？もしかしてどこかクリックできる？あ、理解した。うわ、一番気になるところで終了した。でも助かった可能性は高そう。え、待って、あの光は、俺様も、僕ちんも、助かったんだー。最後、闇に迷いし宿坊のエンジェルへ。嘘だろ？脱出したはずなのに、猫も助けたのに、こんなところで一生を終えるなんて、嫌だー。